その登場とともに常夏の島ハワイ突風が吹いた。世界を今なお震撼させるボクシング史上最強の異端児ついに現れる。若干二十歳にして世界の頂点に君臨、その強さも行動も常識では測れない桁外れの男マイク・タイソン。We're going to show you what we'd like you to do today. So please watch the video. まずは同じボクシング界の英雄シュガーレイ・レナードのビデオ。自分とは階級が違うためかタイソンの表情は意外と穏やか。同じヘビー級の元世界王者ジョージ・フォアマン。するとタイソンの表情が変わった。どこか目つきが鋭くなる。フォアマンに盛りた金剛君が倒れた。そして対戦が噂されるボブ・サップ。タイソンやはり気になるのか。2メートルの巨体上からと、おっとおっと、ダフったダフったダフってしまった。もう目指す先の勝負、アケボノの完全制覇に並びました。完全制覇を成し遂げたボブ・サップの姿を食い入るように見ていたタイソン、ようやく口をついた言葉は。So that's what you're gonna do today. That's pretty interesting. ここまでは機嫌の良かったタイソンがいきなり急変。一体なぜ？ボクシングヘビー級元統一世界チャンピオン、あのマイク・タイソンがダルマセブンレインボーにチャレンジします。生きる伝説最強の拳。さあ果たしてどんなパフォーマンスか。とごく普通の会話をしていたところ、突然タイソンの態度が変わった。どこか苛立っている様子。そして出てきた言葉は、You haven't stopped recording for a minute. ちょっと止めてもらえますか。はい。すぐにマネージャーを呼び、何やら相談しているタイソン。何か気に障ることがあったというのか。そして30分後、今度はおもむろにハンマーを手に持った。全く予測できない行動に対処できないスタッフたち。しかしタイソンはお構いなしに、なんといきなり練習開始。一発目でダルマを豪快に崩したタイソン。そしてその後の表情はご覧の通り。1段目に対しためらいなくフルスイングしたタイソン。自分では手応え十分だったのか、その表情は明らかに不満な胸の内を示している。これがとてつもないドラマの幕開けとなった。まるで湧き上がる闘争心をため込んでいるかのように、押し黙ったままダルマのセッティングを待つタイソン。そしていよいよ本番へ。だがこの後信じられないことが起きた。練習では一発目で撃沈したマイク・タイソン、明らかに不満そうな表情を浮かべたまま、いよいよダルマセブンレインボー本番。このハンマーを持って、そして水平なスイングで持って、ダルマを一段一段と落としていくことは果たしてできるのかどうか。拳で成り上がってきた世界の頂点を極めた男が今ハンマーを手に取っております。ニューヨークブルックリンのスラム街出身、拳で成り上がった生きる伝説。さあマイク・タイソン、己の底力、
このハワイのアロハスタジアムにて、さあどうだ、これも崩れた、さあどうだ、これも崩れた、なかなかうまくいきません。リング上で最強無敵を誇った男ですが、なかなかタイソンの拳がヒットしない。炸裂しません。不服な表情を浮かべております。ダウンスイングで思い切りハンマーを振るうタイソン。パワーは十分だが、これではバランスを保てない。だが自ら再挑戦を志願したタイソン、実はやる気になっているのか。さあ再び組み直しを命じまして、もう一度トライしたいというタイソン。さすがにこの辺りは負けん気の強さだ。1m80cm、 ヘビー級としてはご存知、この小柄な体格マイク・タイソン。 Come on, guys。 そして突然また苛立ち始めたタイソン。一体何がどうしたというのか。壮大なプランをすでに決めております。果たしてボブサップとのあの夢の対決はいつになるのか。さあマイク・タイソンがダルマセブンレインボーに向かって、タイソン、あーこれも失敗。ダルマセブンレインボーに向かってタイソン、あーこれも失敗。拳は最強、ハンマーは不発。マイク・タイソンがっくりとハンマー放り捨てた。今にも爆発しそうなタイソンに声をかけられたのはマネージャーのみ。最後はパワーをセーブし精度を高めようとしたが全く効果なし。サップが完全制覇を達成した種目にお手上げ。マイク・タイソン、記録ゼロ段。How was it? It was pretty complicated. Maybe I haven't really studied the art of hitting properly, I guess. I wasn't successful. Maybe if you practice more, you can get a knack of it. The possibility, yes, ma'am. Do you want to try again next time? I would love to, yes. Thank you very much. Pleasure. God bless. Thank you.